商売でやってるから10件20件こう訪問してる銀行員からするともういくつかある中のこのほんの一つの出来事でしかないんだよね。逆に言うとそういう人にならないとダメなんだよ。熱血コンサル基礎産業。複数の銀行での取引がある中で銀行での資金調達が必要な時にどの銀行に申し込みをするのかを悩むのですが、直近の借り入れから一番時間が経っている銀行に申し込みをするというのはどうなのでしょうか。メインバンクを優先して話をするとメインバンクに偏った形になるのでバランスを取っていく必要があるかと考えています。この話はね、銀行の申し込み基準みたいなものを社内で作るか作らないかっていう話になるのかな、言い換えれば。これはね、わかりやすく言うと、病院とかの取引をしてるとね、こういうことがあるんだよ。賞与資金っていうのがあるんだよね。ボーナスを出します。まあ、例えば100人ぐらいやっぱ抱えてるような病院になってくると、ボーナスだけでからまあ、数千万どころか、1億円ぐらいいるようなケースだってあるわけで。じゃあそれをまあお金は持ってるんだけどちょっと付き合ってもらえませんかみたいなことがあるわけよね。そうするとこの部分は A 校で付き合う、この部分は B 校で付き合うって基準を自分ところがもう作って、夏は例えばこの銀行、冬はこの銀行みたいな感じで分けてお付き合いするっていうまあ話になるんだよね。で逆に言うとこれを付き合わな、これを考えずに毎回入札用みたいなことになるとこう一箇所に偏るみたいなことがあるんだよね。でね、これどっちがいいんですかっていう話、これね、正解はこの視聴者の方が言ってるように自分で基準を作るのがいいと思うね。平等に扱ってるって分かるから、銀行は銀行を担当してこう取り組んでいけるしっていう。で次はこの部分は自分のところに来るって分かってるから先に稟議してたりとかするケースもあるからね。経過しが経ってるところに持ち込むっていうのは絶対大事だから、まあ毎度、まあ年度の折り返しとかってよく言うんだけど、今年はここ、来年はここみたいな形で、こういう順番で申し込むんですよっていう、もう基準を作って、それを銀行に知ってもらうってことも大事かもしれないね。そこそこの会社になってくると、そういうことをやっておいた方が、やっぱ金利だけじゃないところで銀行と付き合ってるっていうことがわかるから、銀行としては非常にまあやりやすい。で、逆に考えると、そういう会社ほど、銀行が結構情報を持ってくるかもしれんよ。手が抜けないんだよ。外される、無理に扱ってたら外される可能性があるからね。この輪の中から。っていうこともある。実際あったからね。これは俺じゃな、うちじゃなかったんだけど、某、まあこれ言って、まあ信用金庫なんだけどね。ちょっとそういうところの輪の中にちょっと入れなくなったっていうケースがある。やっぱなんかこう、打診したことに対して、ちょっと無限に扱っちゃったみたいなことがあって。そしたらその輪の中から外されるんだよ。そうなってくるともうここ使いませんみたいな話になってくるから、銀行のその取引の基準っていうところはまあもともと順番とかね、金利とかね、そういったような基準があって、でその中に入ってくるところの銀行だけはまあおいでおいでと、そうじゃないとこをこう外していくよみたいなことが、もう基準をある程度作って付き合っておくと、まあ正常先の会社さんがやるには非常にいいやり方なんかなというふうに思います。まあ利益しっかり上げてる会社さんでしたらね、こうやり方がいいかなと。逆にこう一箇所にこう集中こうし続けるパターンね、になってくるとどういうことが起きるかというと、もういかんようになるよね。じゃあここはもう縮小方針にするかみたいな、まあ、こんだけある、まあ、なんとかメインがこんだけ借りてるからさ、じゃあもういかんようにするかみたいなことってあるわけよね。じゃあどんどん縮小していってみたいな。そこでね、5000万の取引維持するんだったら、よそで3億円取りに行った方がいいじゃん、みたいな。それはね、営業ができる行員が来た時にそういうふうな現象が起きるんだよ。もうこいつええ、みたいな。だってもう、そこしか行かない障害係と、もう自分でガンガン開拓して、10先とか20先とか同じような会社が出てきた時に、そしたら新しいとこと取引した方がいいんだよね。じゃあもうこっちだってもともと取引があるって言っても、もうメインバンクというかこう偏った取引してて、もうだんだんこっちの残高が少なくなって折り返すのにも金利がいるっていう話になるんだったら、例えばその支店から遠いとかね、そういうふうなことがあったら、いやここに行くぐらいだったら近場のここ行った方がいいから、もうこれはもう外しますと、っていうようなことを上司に報告するようなことがあるみたいな。これは H 銀行で開拓担当やってるとよくある話。ここはやめますと。だから今回ここでこんだけ取ってきますみたいな。
だってメリットないじゃん。まあそれはそれでなんか別にその行かなくなったようにされた会社も別にそれで困ってはないから、でそれで困るから来てくれって言われたことは過去17年やってきた中で2回ぐらいしかなかったな。全部返済した後で全部回収したよ俺は。全部回収した。そしたら新長が謝りに行ってからね、もう社長が社長なりの考え方があるんだからみたいな、あのロータリーみたいなところでこう同じロータリアンだったりとかするんじゃなかったかな、確かそんな話だったと思う。それもだからあれだよ、もともと一銀行メインで担保を取ってていうところでちょっと業況良くなってきたから、ならまあ担当が俺が変わった瞬間にそこの取引がねなんかまるっと失いそうだと、金利このぐらいにしてくれんかったら全部返済するっていう話だけど、もう全部返せと、返すんだったらこのなんか担保も外したいからこれも返してくれってことで、もう無理くり自己資金をつぎ込ませて回収したことがあるんだよ。納得がいかなかったが、でそうするとそのなんか支店長もいやそれだとちょっと困るからみたいなことで、無担保でクッソ安い金利で出したから、いやいやこんなもん俺が契約にはいかんからっていう話で課長が言ってたね。でもその社長もさすがに悪いと思ったみたいで謝り来られちゃったね、やっぱちょっと強引すぎたみたいないうことはある。これってそういうことなんだよね、銀行も商売でやってるから儲からないこともやりたくないし、10件20件こう訪問してる銀行員からすると、もういくつかある中の、このほんの一つの出来事でしかないんだよね。逆に言うと、そういう人にならないとダメなんだよ。これ銀行の方が見てるようだったらね。もうそういう銀行員になってほしいよね。日頃やっぱり何件もこう紹介してもらって、やっぱりそういう中で知らん人とどんどん会ってる中で、あ、これいいじゃん、思ってる案件を。すぐさま やる3億円の方がいいじゃん。ごねごねやる5000万よりも。いうようなことになるんだよ。それをお客さんを大切にしてないっていうふうに思われるかもしれんけど、そのお客さんが自分の銀行を大切にしてない。前もちょっと話したかもしれんけど、聖書の教えで銀行がね、借りてるっていうことはそのギフトだから、それをこう、外すっていう、もう自分が信じてないっていうようなことになるから、そういう出来事になるんだよ、と思うんだよね。これをまああれなんだよね、罪人とかってよく言うんだよな。アダムとイブがあれだよね、楽園から追い出されたのが、どうしてその追い出されたことが悪かったのかって言ったら、そうじゃないんだよな。あれは神様の言うこと聞かなかったからっていうことだね。それが罪というか、それなも信じられんよってことで信じてなかった。だから銀行との取引が信用できなくなったから、自分がそっちを振り向いたっていうことになるんだよね。そもそもやってるのはそちらなんだよ。だからそうさせないために自分が基準を作る、スタンダードを作るっていう考え方は非常にいい考え方だと思う、ね。逆に言うと創業して5年ぐらいまでの会社の人っていうのはそういうのを先に作って、先に公表しておくと非常に事業が邁進しやすいんだろうというふうに思いますよね。銀行に持ち込む基準を社内で決めてない場合っていう場合は、資金需要が発生した時に各行に声をかけていくっていう形になると思うんですけども、そうするとまあ金利が安いところとか、まあ、条件がいいところっていうところに、まあ、天秤にかけるっていう形になると思うんですけども、そういう場合はちょっと銀行側からしてもちょっとやりにくいかなという取引先になっていくんでしょうか。返済期間とかだったらしょうがないかなって思うな、向こうの方が長いからとかね。でも金利だったらもう逆に言うとそこまで折り合えなかったらもうそれはしょうがないよねみたいな話にもなるな。逆に言うともうそこに二度と行かないっていうパターンね。だから持ち込む、次チャレンジしてくれ、銀行がチャレンジするっていうのはあんまり金利以外のところで予想が長かったからごめんねとかね、例えば全然違う軸でこう向こうは4、5歳でやってきたからとかね、こういう使い方で提案してきたから高くてもこっちでやりたいみたいなパターン、これはもうまた次も付き合ってくれっていう話になるんだよ。だけど、まあ、よそが金利がこんまなんぼ安いからとかね、いうことでおじゃあこっちにと付き合うわみたいな話だけだったら多分まあ持ち込まんだろうな、持ち込んでもまともに相手にしないっていうケースはあるかもしれない。だからいっぺんに申し込むんだったらここでいくらここでいくらいうのはある程度こう目線を考えて、なんとか銀行さんにはこのぐらい、なんとか銀行さんにはこのぐらい、なんとか銀行さんにはこのぐらいで思ってますみたいな形で話をした方がいいかな。
でレンジはまあ大体まあ低いところから2番目か3番目ぐらいまでのところまでは取りたいと思ってるとかね、まあそういう形で 入札に持ち込むと非常にまあ好印象やり方なんだろうと思います。どちらにしてもね、この話ってあの銀行のそのに資金調達を頼らない会社の場合はこういうやり方がいいですよっていう話。じゃあその銀行に資金調達を常に頼ってるところっていうのはやっぱりみんなに声をかけた方がいいんだよね。だからバンクミーティングってものがあるんだよね。じゃあそういう中実際バンクミーティングしたことがないとか、自分は資金繰りがしんどいんだけど今後どういうふうに立ち回っていいかわからないとかいう人っておるでしょ。いやそういう人っていうのはじゃあどこで勉強するんですかってことなんだよね。あのそれはグループコンサルっていういいものがあるんですよね。今ねもうほぼ自分がこの先をいきなり持つってことがないんですよ実は。でこのグループコンサル生の中からポイントを決めて近くに行くことがなったら訪問したりとか、個別でここだけを契約しましょうって形で契約してたりとかいうようなことをやってます。主に、資金調達したい、資金繰りの問題解決したいっていうのと SNS でまあ自社集客したいっていうパターンで、それと FC の本部になりたい、であとまあ予支運用したい、補助金助成金をまあもらいたいとか、で最後にまあその異業種の交流をしたいと。であのこの度うちの会社も新しいまあ目論見としてね、リアルにこう交流を持てるような場所っていうのを設けようと思ってます。まあそういう新しい企画とかそういったことも早くこう聞くことができますので、あのご興味のある方はこの下の概要欄にリンクを貼っておきます。どのクラスもこう1万2000円毎月かかるんですけど、見て回ることができるので、あの非常に有意義な時間過ごせると思っておりますのでよろしくお願いします。それと今あの資金調達悩んでるとかね、今がちょっとしんどいみたいなことを思ってる方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。事業保険代理店など協業コースというメンバーシップを作ることになりました。お客さんのね、顧客の相談であるとか顧問先のですね、そういったところも包括的に弊社と一緒に解決して、よりコンサル力をつけていきましょうというコースです。ご興味のある方はこの社の概要欄のその他っていうところがありますので、そちらからお問い合わせいただけると、こちらでちょっと一度ね、あの進め方についてもご説明させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。